木村正富12月6日から1960年2月14日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。静岡県生まれ。現場叩き上げの指揮官として太平洋戦争の海上戦闘で数々の武勲を立てたが、特に奇跡の作戦と言われたキスカと撤退作戦を指揮し、 五千名余りの日本将兵の無血撤退を成功させた自責で、名高い。静岡県静岡市、高屋町で大元人の父、近藤宗吉と、母、鈴の次男として生まれる。生後すぐに、木村家の養子となり、木村家の席に入ったが、引き続き静岡の近藤家で養育された。父の宗吉は、立憲改新党の党員で政治好きであり、 1910年に選挙に失敗して財産を失い各地を流浪して1916年に下関で隠しした。母の鈴は東京女子高等師範学校一期生の再演であり、夫が財産を失った後は女子美術学校の教員、帝国女子医科専門学校の社官を務めて家計を支えた。旧制静岡師範学校附属小学校。 静岡県立静岡中学校を経て、海軍兵学校第41期入校。席字は、入校時120名中84番、卒業時118人中107番。同期に、草加龍之介、大田稔、一丸俊之介、田中雷蔵らがいる。海戦時は、巡洋艦鈴谷艦長。1943年2月に、 第3水雷戦隊司令官に着任。ビスマルク海海戦で重傷を負い、復帰後、第1水雷戦隊司令官に着任。7月には、キスカ島撤退作戦を成功させる。1944年には、レーテ島停止に輸送作戦、多合作戦を2度指揮して成功させ、さらに、ミンドロ島の米上陸地点への突入作戦、零合作戦をも成功させた。 その後、海軍兵学校法府文校長、法府海軍通信学校長として終戦を迎える。海軍兵学校の卒業成績が下位で、かつ海軍大学高校修学生を経ていない。人事において、ハンモックナンバーが重視される、帝国海軍では目立つ存在ではなかったが、太平洋戦争開戦時には熟練した、水雷屋として一定の評価を得ていた。 水雷艇長、総海艇長を3度、駆逐艦長を5度、駆逐隊司令を3度務めており、いわゆる水雷屋のコースそのものを歩んでいる。しかし、水雷屋の要件である、水雷学校高等科学生の履歴がなく、海軍士官としての専門を持たない、ノーマーク士官であった。海軍省や軍令部での経験がない、艦隊勤務人筋の実践派提徳であり、 勇猛果敢な上に合法来楽な性格の人柄で知られ、部下をむやみやたらに叱ることもなく、常に沈着冷静な態度であったので、将兵からの信頼は厚かったと言われる。あだ名は名前をお読みにした、将福トレードマークは、顔面からはみ出したカイゼルヒゲ。大変な主号で若い頃から家に帰れば酒ばかり、飲んでいたというが、一方で、洋曲や、 佐道の心得もあったという。鈴谷艦長時代に、ベンガル湾での通称破壊戦において、敵の輸送船を撃沈する際に乗員を退去、させてから沈めるという人道的配慮を見せた。この際、次間の基銃指揮官が、射撃命令を出そうとしたとき、環境から身を乗り出して、撃っちゃあいかんぞー、と大声を出して制止した。ミッドウェイ海戦では、 所属する第7戦隊と共に攻略部隊支援隊として参加。4空母が沈んだことで混乱した連合艦隊からの第7戦隊だけでの同等砲撃命令を受けて突入を開始。しかし到着直前に命令は撤回され合流指示が届き、逆に同戦隊は敵前に孤立する羽目になる。全速で戦場離脱、本隊への合流を図る。 第七戦隊だが、フーンにも、米潜水艦と遭遇、これを回避しようとした際に命令伝達が混乱し、両艦の、西条と、三熊が、衝突、西条は大破してしまう。栗田は、上級司令部に報告するが、返事はなく、何時までも敵前にいては戦隊すべてが全滅して、しまうと判断、健在な鈴屋と、機関、熊野は引き続き本体合流に向かい、 最上と三熊は、味方勢力圏への退却を決断する。その午後越の駆逐艦、浅潮、荒潮が補給を済ませた上で反転し、最上、三熊の救援に赴き、敵機の空襲で大破した、三熊の上院を救助しているが、一説では、木村の指揮する鈴谷も、我が機関故障と偽って、船体と離れ、大破漂流する両艦、三熊上員救助にあたり、 多くの命を救ったともいう話もある。しかしこの証言は、鈴谷運用長のみのもので、当時の記録には鈴谷が船体と分かれた記録はなく、救助された、三熊上院で、鈴谷に直接救助されたと証言している者はいない。ため信憑性は低い。なお記録上では、荒潮が救助した、三熊の先山捨尾館長以下生存者を、本体合流後に、 鈴谷が収容したとされている。その他にも数々の海戦に参加しており、ビスマルク海海戦では、護衛部隊指揮官として参加。任務には失敗し、環境で敵攻撃機の機重装車により左も,も右肩貫通、右腹部門貫重装を置い倒れるが、最後まで指揮を行った。この際、信号員が、とっさに上げた、指揮官、重傷の信号機を、 陸兵さんが心配すると叱りつけて下げさせ、ただいまの信号は誤りなりと訂正させたというエピソードも残っている。キスカ島撤退作戦では、隠密作戦に必要なノームが発生している。天候を待ち続け、作戦を強行することはしなかった。一回目の出撃では、キスカ島の目前まで進出しながらも、霧が晴れたため突入を断念。 強行突入を主張する部下たちに、帰ろう、帰ればまた来られるからと悟して祈祷し、状況をよく判断した指揮を行った。痺れを切らした、軍令部や、連合艦隊司令部からの催促や弱腰との、避難にも意に介さず、機関で釣りをしたり、司令室で参謀と号を打つなどして平気な顔を、していたという逸話がある。また、百進の加護を願う漢視を読んでいる。 上層部の批判に心動かされることなく慎重に慎重を重ねた指揮を行い、2回目の出撃では待ち望んでいたノームに恵まれたこともあり、アメリカ軍に作戦を悟られず、味方に全く犠牲を出さずに、キスカ島の守備隊5200人を短時間で救出する。この作戦成功により、昭和天皇に配慮する栄誉を受けた。また、 帝国海軍の水上作戦で最後の勝利となった霊合作戦に司令官として参加。この際、大淀足柄の巡洋艦2隻と駆逐艦6隻の夫人であったが、あえて機関に巡洋艦を選ばず駆逐艦霞を選んでいる。この作戦では真相を失うものの作戦目的の敵上陸地点の砲撃と敵輸送船団への攻撃は、 大成功に終わり、各艦に被体に移る中、機関は、真相の乗員を救出する。各艦は、合同して被体せよとの命令を出し、自ら伝軍となって、敵魚雷艇の襲撃及び敵空襲の危険の大きい海域に泊まり機関を停止しての救出活動を観光し、この行動に感銘を受けた、艦隊各艦の必死の防戦と救助活動により、残った全艦で無事機関している。 この際には、撤退を進める周囲の愚心に対して、まだだ、まだ見落としていないかと会場に浮かんでいる生存者を徹底的に探索するよう命令を下している。木村の敵味方を問わず常に人命をおろそかにしなかったこと、慎重かつ的確な指揮統率を行い正しい判断を下す判断能力、そして運の強さは、 身内の日本軍よりもむしろ戦後になってから敵主たるアメリカ海軍関係者や軍事研究家から高い評価を受けた。内地帰還後の1945年1月3日、軍令部出資となり、前線での生活に終止符を打つ。6月1日には海軍対戦学校長、7月15日には海軍兵学校教頭となり、当時校長であった海戦以来の上官である。 栗田武雄と共に、後進の育成に取り組む。それからほどなくして終戦。海軍が解体される、直前の11月1日、帝国海軍最後となる中将に昇進。これは、海軍大臣、与内光正の推薦であったとされる。戦後は、山口県豊富市の海軍兵学校豊富分校跡地において、彼を慕う、旧部下と共に聖炎病を営んだ。 資金調達や販売先の確保などに自ら奔走し事業は成功した。トレードマークであったカイゼルヒゲを剃り落とし、穏やかな日々を送ったと言われる。太平洋戦争中の数々の武屈や戦歴についても科目であり、1957年に元海軍中佐で戦士家の千葉山正隆が、 木村らに取材して、キスカ撤退作戦の経緯を雑誌に発表するまでは、家族すら木村の自責を知らなかったという。なお、実刑、近藤健二、実刑、近藤一世もともに、海軍軍人で、健二は、海戦前の1940年に病没、一世は1943年コロンバンガラ島、沖海戦で、人数副長として戦死している。 ありがとうございます。